ちは。こんにちは、ゆたかさん、はい、今日はパリーグのこの1ヶ月の振り返り、開幕からのをやっていきます。はい、さあパリーグ、まず現在オリックスとマリーンズ、ロッテがゲーム差なしで並んでいる状態で、はい、まずオリックスから見ていきましょうか。この1ヶ月開幕してからオリックスは落ち着いて戦ってる感じがするんだよね。うん、で別に慌てることもなく、はい、なんか鞭を入れることもなく、うん、静かに戦ってる。おー、まあ、そんな感じがするよね。はい、ただその防御率が、はい、まあ、今4位 3.19 なんですけれども、はい、オリックスってやっぱりピッチャーがすごくいいっていう、まあそうだな、イメージもあるんですけど、ただやっぱ WBC に出した選手が多いから、うん、まあ、例えば山本にしたってなんか投げててすごく、あ、疲れてるのかなっていうのは感じるんだよね。はい、打者を昨年まで圧倒していってたけど、その圧倒するものがあまり感じられないというか、だけどもすごい、すごいですよね、すごいんだけど、うん、なんか昨年のイメージとは若干違うぞみたいな。そうなんですよね。で宮城もいい時と悪い時がある、はい、で宇田川がやっぱ疲れてる、そうですね、山崎がちょっとおかしいみたいな、はい、だからこの状態が完全に戻らないまでにも首位をキープ。そうなんですよ。だそれはやっぱ投手力であったりだとか、うん、そういうことじゃないのかなとは思うよ。あの総合的な投手力ってこと、うん、ただ森がやっぱこう4月の後半ぐらいから絶好調になったし、はい、うん、まあ、杉本も非常にいいしね今年、はい、でやっぱ中川がいいな。いいですね、うん、だから、まあ、野手陣もある程度頑張ってくれてるしさ、はい、だからバランス的には俺は悪くはないと思うんだよね。うん、ただイメージ的には圧倒するような投手陣がまだこう見られてないということなのかなっていうのを感じするけど、ね、そうですね。チーム打率が2割5分6厘で、まあ、トップで、ホームランも西武と並んで22本でトップなので、やっぱりその打者陣が頑張ってるっていうところでのここの位置なのかなっていうになりますね。でゴンザレスっていうのも、はい、なんかいいところでポーンと出たりだとか、うん、まあ、するからね、ホームランがね、はい、だからそういう意味では野手はそんなあれかなと思うよ。例年通りというか、はい、吉田正尚から抜けた穴はあんまり感じないというかね、まあ、そんな感じはするんだけど、はい、ピッチャーがもっと圧倒していくのかなっていうね、まあ、そこら辺が見られないところが、はい、まあ、ちょっと不満なんでしょ。なんかもう去年までのやっぱりイメージが、まあそうだよな、それはイメージが残るからね、はい、そういう意味ではそうなのかなっていうような感じがするね。ですね、WBC 組のピッチャーたちはここからどうなんでしょう、また状態って上がってきたりとかって、本来のだったりとか、いや上がってくるとは思うけど、うん、ただ山本がずっと2年連続沢村賞とかタイトル独占とか、はい、もうフル回転で来てるよね。で日本シリーズも投げてるという、だから相当な疲労を持ったまま WBC に行って、で WBC で疲れて大丈夫かなっていうのは気はするけどね、うん、そこはちょっと心配なところで、でも山下俊平太っていうのが出てきて、そうですよ、魅力あるな、うん、あそこも湧いて出てくるね。ピッチャーそうですね、うん、湧いて出てきますよね。そうそうそう、阪神と一緒ですね。そうそうそう、はい、さあ続いてゲーム差なしでいるのがロッテです。まあ意外って言えばちょっと失礼かもわからないけど、うん、もうやっぱ吉井監督のその手腕というかピッチャーの使い方がね、はい、この辺がうまいなと思うのはやっぱ沢村と増田、はい、この2人の抑えを交互に使ってるというか、はい、ケースバイケースで使ってるというかね、うん、でお互いじゃあ2人状態がいいかというとあんまり良くないんだよね。良くないからそういうふうな使い方をしてるの か、はい、だから責任を1人に押し付けないで、はい、2人で補いみたいな、そんな感じなのか、だからそこら辺がやっぱこう使い方がうまいなっていうのと、まあ、野手で言えば藤原、友杉、はい、まあ、安田もそうだけど平沢大河、はい、ここら辺の若手をうまく使ってるよなと思ってね、はい、でキャッチャーでも、まあ、昨年まで松川、はい、もういいんだよ、素質的にはいいんだけどまだまだ足りないということで、まあ、2軍に落とし、で江村、田村、うん、佐藤、はい、まあ、これでこの3人で回すようになった。まあ、この循環も素晴らしくいいしね、はい、だから、まあ、やってることっていうのは全て今のところはいい方に作用しているという、うん、あと中村翔吾が上がってくれば、はい、そうですね、これはもう盤石になるけどね、中村翔吾選手がそうですね、ちょっとまだっていうところが、まあそうだね、うん、であそこは上がり目があるのは高部がまだ下にいる、はい、
大木野が下にいる、うん、外野手どうすんの？あのそうです誰かがねそう、いやだから、まあ、そこら辺では野手はね、はい、すごくいい方向には回ってるよね回ってますね、うん、だから、まあ、楽しみではあるあと豊さんずっとおっしゃってあの安田選手がいつもシーズン後半から調子上げてくるところが今年はその何でしょうね序盤からまあねまだ形は決まってないけども、うんはい、いい時のフォームと、うんまあ、悪い時のフォームとか、はい、そういうものがあるね、うん、でも昨年までは悪いフォームばっかりしか目につかなかったんだよ、はい、でシーズンの後半あやっといい打ち方になってきたなっていうのがだから安田もつかみつつあるおークラコーチと、まあ、ヘッドコーチかな福浦はね、まあ、それとやっぱ村田、はい、あ巨人から入ったね、うん、そのバッティングコーチの手腕かなっていうふうには思うけどね、うん、さあ続いてソフトバンクです早かったな、はい、ロッテロッテ嫌いなのいや好きですよそう好きですもうあの応援が戻ってきたっていうのでかいよねいや大きいですよ迫力あるもん、うん、あれはだってロッテだけですもんねあの応援の迫力は、ねうん、このオリックスと今ロッテがあのゲーム差なしで並んでますけどもこの2つのチームっていうのはまたここから1ヶ月後っていうのはどんな風に推移していきますこのままいきそうですか、まあ、両方とも投手陣がね、はい、ある程度安定してるというか、うんまあ、そういうところなんで、まあ、そんなに大崩れはしないしないうん、ただロッテは見間がね、はい、あまり良くないんだよね、うん、だからもうここら辺がやっぱ変わってくるとより安定してくるんだろうけども、はい、それがやっぱり良くならないと一進一退というか、うんうん、貯金を作る足取りみたいなそんな軽くはない、ねうん、まあオリックスも決して軽くはないんだけども、はい、でも着実にという、はい、オリックスはそんな感じがするそうです、さあソフトバンクですもっとバーンといくかと思ったんですけど、ね、これはね長打力がないわ最初の開幕してからって結構栗原選手だったりとかそうだね、はい、効果的な一発が出ててね、うん、勝ってるけども、まあ、なかなかやっぱり柳田も、はいまあ、まだ2本かな、うん、ホームランでやっぱり長打率が低くなった、はい、あ当初よりってことですねあ、まあ、そういうことを考えると、はい、やっぱ得点力っていうのは上がってこないんだよねそうですね長打力が少ないですね、うん、これを見るとやっぱりトップが22本打ってるのに対して半分しか打ってないよねあのホームランホームラン、ね、そうですね、うん、で長打率もやっぱりあのトップが389なのに対して338なので、うん、そうですねソフトだからそれに伴って打点が低いよね、うん、低いですねだから得点力というかね、はいまあ、落ちてるからだからそういう意味ではやっぱこう投手陣に負担をかけてるという、うん、でね特にそうなんだけどやっぱ下位打線に入ってたら全く打てない試合があるんだよねだから下位から上位に持っていくっていうチャンスっていうのが圧倒的に少ないんだよ、はい、で牧原修斗、うん、WBC 組が故障したとかね、うん、まあ牧原の故障っていうのはすごく痛いよね、はい、まあ下位はいるけど打てないしなそうなんですよね、うん、だからここら辺がやっぱり上位にチャンスを持っていかないと、うん、長打力不足の中、はい、上位5人で点を取るってなかなか難しいよ厳しいですね、うんうん、だからそれはもう3割3分3厘って、まあ、3回に1回チャンスがあるとしても、はい、下位からつながってきてやっても点が取れない時があるのに、はい、そのチャンスすらないって言ったら、はい、そこからチャンスを作っていかなきゃいけないっていうのはチャンスは相当減るよね、はい、近藤が入っても近藤をどう生かしていくのかとか、うんまあ、そういうことがまだまだできてないというそうですね、うん、この1ヶ月、うん、と思うけどなそうですね、はいまあ、あの最初の出だしがやっぱり良かっただけにちょっとこう今調子落としてるのかなっていう感じがありますね、まあ、で西武です西武は戦い方いいよなそうなんですよ食らいついていくというか、はい、チーム防御率もトップですしチーム打率にしてもあのオリックスについて2位なんですよね、うんうん、山川選手が怪我したけども、はい、おかわり君がパカ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 って3試合連発だったあの年でまあそうですね、もうベテランすごいよそうですよ、そうですよ461本、はい、2000三振そう、2000三振記録がすごいよな、2000三振もできるだけ打席に立ってるっていうのがすごいよそういうことなんですよね、つまりだからそれだけ魅力のある選手という、はい、で栗山は栗山でさ、はい、ツーアウト、うん、センター前に打って同点にするとか、うんまあそこら辺はそのおかわり君と栗山が支えてる感じがするよね、はい、いてよかったっていうなあ、はい、だからまだまだ引退はできないぞみたいないやいや全然ですよねでまあ愛とか頑張ってるよね、はい
で外崎もいい、うん、そうですね、まあ、キャッチャー2人小賀と柘植、まあ、ここら辺もやっぱ頑張ってるし、うん、で児玉、はい、源田の穴をねしっかり埋めるは活躍をしてる、はい、あと牧野とペイトン、うんうん、ペイトンがちょっと怪我したかな、マキノンしか出てないですね、まあ、そうだね、うん、だからマキノン、ペイトンっていうのは日本の野球に合ってるしさ、はい、どうやって点を取るのっていうのから、まあ、打線がすごくつながり出してきてるよね、はい、で投手陣はやっぱ他のチームのバッティングコーチで話したことあるけど、いやー西武のピッチャーいいですよっていうぐらいやっぱ王国になってきてるしさ、はい、まあ、ミスとか、うん、まあ、そういうものが減ったら、はい、まあ、結構上位にいるかなっていう気はするよね。そうですよね。今まあソフトバンクと西武が並んでるっていう形で、うん、首位とは1ゲーム差しかもないので、まあ、そうだよね、うん、だから結構いいとこ行くかなっていうような感じはするけどな。これ交流戦の前までで西武が首位に立っていることももちろん、まあ、なくはない、なくはない、なくはない、うん、なくはないけど黙ってないのはオリックス。あー強いのか、うん、オリックスが。ロッテはね、あと1ヶ月見ないと本当の実力っていうのは分からない、うん、今のその打線の野手陣がっていうところ、だから若手が調子がいいでしょ、はい、で若手が、まあ、そろそろ疲れてくる頃だもんね、うん、この時にどういうふうにするのか、はい、また新しい人たち怪我人が戻ってきた時にどうバランスが変わるのかとかね、うん、だから戻ってくればいいっていうもんじゃないからね、はい、まあ、戦力にはなるかもわからない、もう配置によってはバランスを崩すときがあるから、はい、だからここら辺はちょっと慎重になって思うけど ね、 そうですね、あの今挙げた4チームは本当にあの日替わりで変わってるので、そう、うん、だからただね、勢いが一番今のところ一進一退でないのはソフトバンクかな。あ、やっぱ東山がちょっと勝てなかったりだとか、藤井が ね、 そうですね、滑り出しは良かったけど、うん、ちょっと停滞してるというか、うん、でこの前の試合見たけどさ、海外フォークボールを使わないんだよ日本ハムに対して、うん、なんでこうフォークを使わないんだろうなって、藤井のフォークだったら三振するだろうと思ったら、うん、投げたら甘いんだよ全部、うん、あこれかと思って、だから海外信用できずにフォークを使わないんだとか思ってて、だからなんかちょっと自信なさげに投げてるのが少し気になるっていうかね、うん、だからもう少しな、ソフトバンクが勢いがなかなか出ないなと思って。そうですね、うん、投打ともにっていうところですね。そう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 。さあ5位の楽天です。楽天が、うん、やっと連勝できたという、ね、そうですね、今年でもあの西武に連勝できた、まあ、例えば今井、はい、高橋光成、与座、はい、まあ、高橋光成、与座から勝ち星を上げたんだけども、ここら辺は少し勢いになってくるかなっていうような感じがするよね。はい、で同点に追いつかれて9回、はい、まあ、そこから西川が勝ち越し打を打って、うん、はい、まあ、勝った。あのまま行けば本当は西武のゲームだったんだけど、そこを踏みとどまって勝ちゲームにしたっていうことは今後大きい一勝だったかなっていうような感じがするよね、はい、だから楽天も力のないチームじゃないし、まあ、結構そのバッターとかは実績を上げた選手もたくさんいるから、はい、だからこっからかなっていうような気はするけどね、うん、ただミスが多いわ。あのエラーがミス多すぎる、うん、あ月で終わりやと思ったら、はい、みたいな、チャンス広がっちゃったよみたいな、うん、もうそっから試合時間1時間かかるからさ長いですよ、ね、早くお前早く解放してくれよみたいな試合から、ね、そうですよね、まあ、そういう試合もあるけども、うん、ただマー君は一生懸命投げてゲームは作ってるけど援護点がないとか。いやそうね、チーム打率があの6チーム中一番低いんですよ、2割5厘と。でもねこれから上がってくる。お、そうですか。今井にさ、はい、ね、7四球もらって、うんうん、6回、はい、ノーヒットだったんだよ、はい、どんなゲームやねんとか思うけど、はい、でもその反省としてやっぱ積極的に打ちに行かなきゃいけないっていう、うんうん、でボールを選んでるとかいうよりもやっぱ打ちに行こうっていうことを決めたんだろうね、みんなで、うん、それから打ちに来てるんだよ。そしたら結果がうまく出てくるようになったんで、うん、楽天はここから上がってくるかなっていうような感じがするよね。じゃあ嬉しい兆しがあるんですね。そう、いや本当にあの最初の頃浅村選手も島内選手も全くだったので、あれってあんなに
ボコボコ打ってるチームなのにっていうイメージが。ただミスが多いから、うん、ミスをなくさないとね。そこですね、うん、さあそして日本ハムです。はい、日本ハムは上がってくるとは思うんだよ、うん、けどこれはね、うん、打順の組み方っていうのがあって、はい、野村が1番で結果出したと思ったら次の日4番で結果が出ないとか、うん、万波が4番に入ってツーベース2本、うん、また5番に下げちゃうとか、いい時は、はい、いいでやっぱつなげた方がいいのかなっていうような感じがするよね、はい、将来的にはやっぱり野村っていうのを4番に育てたい、これはすごく気持ちは分かるしね、はい、結果が出たからまた4番です、うん、また結果が出ない、うん、また帰るのか、うん、まあ、これもしょうがないと思う、うん、ただいい時は変えずに置いとこうよっていうのは一つあるね、うん、はい、うん、だからそこら辺で落ち着きが出てくると、まあ、松本剛も上がってきてるし、まあ、磯又もすごく状態も戻ってきてるし、矢沢がプロ入り初ホームラン打ったし、うん、はい、っていうことで上がり目しかないんだよね、うん、で抑えに田中正義を使って、はい、まあ、結果が出始めてるとか、そうですね、そうなってくると、うん、上沢が勝つ、加藤がフォアボールを出さない、まあ、勝つとか、うん、まあ、伊藤大海だなとはな、ちょっとそうなんですよね、うん、やっぱり WBC から帰ってきた組が、伊藤大海はね投げ方がちょっと違うんだよね。それは去年と、去年と左手が全部死んでるんだよ、左手がね、生かされてないというか、こっちのこの引きの強さで回転の速さを加えていくんだけど、はい、左手がね、なんかうまく使えてないような感じがするんだよね。それは、まあ、俺専門家じゃないからわからないけどさ、うん、俺はそういう風な感じがする。なんか若干その左手のそのフォームが変わっちゃった、そうそうそう、変えてるのかな。それとかちょっとサイドから投げたり、うん、これは別に構わないんだよ、我慢、やってみてることだと構わないんだけど、勝てないとやっぱ見えるだろうなと思ってね、うん、まずはやっぱこう自分のフォームをしっかり思い出すというかね、はい、まあ、それが先決問題かなっていう、そんな感じがする。そうですよね、うん、まあ、本来であれば新庄監督は抑えでやってほしいっていうところが、まあそうだね、抑えじゃなくてよかったね、うん、そうですね、いやいや、やっぱあの状態ではやっぱ抑えを使ったところで結果はそんなにいい方向には出てないような気がする、まあ、その代わりアンダースローの鈴木っていうのがいいよね、はい、うん、出てくる三勝、ね、うん、まだ右バッターにヒット一本も許してない、おお、すごいよね、はい、やっぱね時代と逆行していくといいね、あのアンダースローで今さ、だいたいピッチャーって150キロ前後投げるじゃない、うん、はい、まあ、だいたい150キロとして、うん、そこからこうカットだとかツーシームだとか速い変化が増えてんだよね、うん、そうなってくると鈴木みたいに120キロみたいな、うん、おおみたいになっちゃうんだよ、やっぱ打ち方がわからないんだよ、多分そうだ、リズム崩されちゃう。俺らの時はすごくアンダースローっていうのは、うん、主流多かったんだよ、うん、多いって特に多いわけじゃないけども、うん、まあ、各球団1人とか、うん、なんかそういう変則みたいな、うん、そういう遅いボールを駆使しながらみたいな、うん、そういうピッチャーがいたんだけど、だからそういう練習もできたんだよね、うん、だから今練習するよりもできないと思うよ。そうですね、速い球で対応してるから、そうそうそう、だからそういう意味では貴重な選手だなと思って見てるけどね、うん、あと1点、あの豊さんがその打順をやっぱり固定できない、プラスその守備位置、はいはい、例えば万波選手が、まあ、内野が外野、外野が内野とかね、はい、まあ、そういうこともあるけど、うん、まあ、外野手に使いたい選手がいたら、万波の身体能力を考えたら、うん、まあ、ファーストを、うん、やらすしかないなとか、うん、試行錯誤はしてるんだよね。打順が変わる変わるって言っても他の球団も結構変えてるからね、うん、まあ、確かにゴロゴロ変わってますね。日本ハムの場合はちょっとやっぱ若いだけに落ち着きがないっていう感じは受けるよね、うん、もう少し落ち着かせてやってあげた方が、まあ、結果が出るのかなっていうふうに考える人もいると思うよね、うん、まあでも日本ハムは俺は弱くはないと思ってるから、全然戦えると思ってるから、はい、だから頑張ってほしいと思う。そうです、現に5位の楽天と1ゲーム差しかないので、もちろん5位であったりとかその上目指してここから行くって十分にありますもんね。だから新庄監督就任以来、はい、6位以外ないんだってな、うん、順位が一瞬でも5位行こうよ。いやもう、いや行きましょう、行ける位置に本当に今年はいるので、ああ、はい、でもファンもそれをやっぱり希望してますし、上に行くこと、いや日本ハムは強いよって今年は、うん、みたいな、日本ハムを期待してるんだって順位予想した時に5位したんでしょ、はい、コメント欄に書いてあって、え、期待して5位かよみたいな
いやいや、ほか強いから。いや、そうです、まあ、一歩一歩だから、いきなりはいかないよ。いきなりそうですね、どこ超えるのは難しいですよ。だって優勝しなくていいっていうチームがさ、今年勝ちますよみたいな、うん、いきなり言われてもさ、信用できるかみたいな感じがあるじゃない。うん、ね、だから、期待してて5位かよみたいな、うん、すみませんねみたいな、そんな感じはするけど。でも、6位しか経験ないんだから、今の選手さん。そうなんですよね。うん、だからまず一つ上、一つ上、着実に目指していくことが大事ですよね。まあでもね、この中でね、はい、やっぱちょっと心配なのは、ちょっと重いなと思うのはソフトバンクね。ここですね、ソフトバンク。はい、イーグルスとファイターズ、はい、これはね、ちょっと上がってくるよ、うんうん、上がってくると俺は思ってる、はい、うん、だから頑張って、はい、状態は悪くないから、あとはもう勢いだな、勢い、やる気を持って前を見て前進前進みたいな、そうですね、まあ、そんな気持ちを持って頑張ってほしいと思います。はい、はい。